私は夫と息子の3人家族、岐阜に先立たれた義母が節約のために同居しないかと提案をしてきました。私も仕事に復帰したかったし、ゆうたの送り迎えや急な病気の時の対応を義母がしてくれるというので、お互いに助け合えると思い同居を始めたのです。しかし同居を始めてから、ゆうたのしつけのことで困っていることがあります。ママ食べさせて。ゆうたが甘えっ子なのです。他にもジュース、バッグ、お菓子と私や義母に甘えて自分で動こうとしないのです。自分でできることは自分でしよう、後で困るのはゆうただよ、自主性を促しているのですが、へー、ゆうくん、義母がすべてやってしまうのです。はい、あーん、お母さん自分でやらせないと。ゆうた自分で食べなさい。保育園では自分で食べると先生から聞いているので、家では甘えているのでしょう。いいのよ、もう来ちゃったから良くないです。ジュースも。ゆうた、ジュースじゃないでしょ、取ってほしいならジュースくださいでしょ。いいのよいいのよ、バーバが取ってあげるもんね。何も良くないんだってば。私がいくら言ってもお母さんが甘やかしてしまい逆戻りです。リンゴオレンジ、どうしたもんかと考えていたところ、あら、たけしからだわ。はいはい、まあ昨年離婚した義理の弟たけしさんが5日ほど帰省してくることになりました。世話になります。はい、これお土産。会うのは年に一度程度ですが、愛想のいい人というイメージです。まあ疲れたでしょ、さあ上がって。たけしさんの離婚理由は、奥さんが家庭的ではない、仕事ばかりで家のことをしないとのことでしたが、野菜ちゃんと食べてる？外食ばっかだよ。たっぷり食べてね。おお、うまそう。もう自分で食べなさいよ。やだもん。あのマヨネーズあります？冷蔵庫にあったよな。ああ、ありますよ、冷蔵庫の上の段です。はあ、マキさんは気が利かないね。え、私がマヨネーズを取らないといけない？たけしさんが使うのに？私も食事をしていて、ゆうたにご飯も食べさせているのに？むしろ気が利かないのはたけしさんでは？うん、はいはい、おかわり持ってくるわね。タオルと着替え、ここに置いておくわね。これはたけしさんの離婚理由って、たけしさんが自分のことすら何もしなくて奥さんに愛想を尽かされたのでは？家庭的とは。そう思ってしまうほど、たけしさんは自分では動かず、お母さんは当たり前のようにたけしさんに尽くしていたのです。その光景を見て驚いてしまいました。はい、リモコン。私の夫のジュンは一人暮らしを経験したためか、自分で動くタイプだったからです。私は義母の行動に強い危機感を感じたのでした。もしや、このたけしさんの姿が未来のゆうたの姿じゃないの？ん？コーヒーある？さよなら。そして未来のお嫁さんに愛想尽かされて離婚を申し渡されるんだわ。あいつは家庭的じゃないな。まあ母さんいるしいっか。今は共働き世帯が多いと言われているし、ゆうたが大人になる頃だってきっとそう。私は家族が助け合っていくのが理想なの。そのためにはまず自分のことは自分でしないと。共働きのお嫁さんが夫にも子供にも世話を焼く、そんな家庭には絶対にしてほしくない。たけしさんの滞在中ですが、私と夫はゆうたのために行動を起こすことにしました。麦茶おかわり。はいはい、お母さん待ってください、ゆうたに自分でやらせます。いいのよ、ゆうくんは食事中なんだから。お母さんも食事中じゃないですか。ゆうた自分で取りに行きなさい。やだ。自分で取りに行けるまで麦茶飲めないよ。そう、私たちは何にもしない義理の弟たけしさんの目の前でゆうたに一つ一つ教えていくことにしたのです。おかわり。はいはい、ゆうたもご飯おかわりする。ゆうた、人に何かやってもらうときはおかわりくださいってお願いするんだよ。おかわりください。おお、ゆうた偉いぞ。はい、どうぞ。たけしさんの表情は昨日よりも曇っているように見えました。たけしさんに関しては正直どうでもよいのです。今後再婚してまた愛想を尽かされたとしても私には関係ありません。ありがとう。けれどゆうたは別です。今から夫と一緒に自分で動く力を教えていきたいと思います。まあゆうくん偉いわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。